こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていない、だけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、はい。フランス年金改革で80万人抗議デモ。おお、ね、うん。2018年11月に記録した反政権デモで黄色いベスト運動がありましたけれども、はい、この参加者数がですね、うん、多い時で29万人だったんですよ、はいはいはい、それを超える、うん、倍以上に超える超巨大なですね、うん、デモが今起きてるってことです。 2.5 倍ぐらいですね。ですね、はい。でフランス政府が打ち出した年金改革に対抗するデモがいつかですね、うん、フランス全土に広がった、はい、っていうことですね。じゃその辺の詳しい話に入る前にですね、まだの方、初めての方はぜひチャンネル登録の方お願いいたします。こちらからできます。ぜひぜひ。今回の神尾 TV は、まあ、日本のマスコミで報道しないようなニュースや、そしてまた報道はしてるけれども、また別の角度から ね、視点を見てニュース解説しておりますので、ぜひチャンネル登録してお願いしますと思います。はいですね、うん、パリではですね、一部がまあお決まりですけれども暴徒化するという流れですね、はいはいはい、うん、パリでは結構暴徒化しますよね、都会なんで。そういう問題ですか。ショーウィンドウ割られたりとか、はいはいはい、そういうのがありますね、うん、で治安部隊と衝突して、うん、で国鉄の職員がストライキにより運行便の9割を間引きするっていうことが起きまして、お、まあ、電車も止まる、ほとんど走ってないってことですね。ね、うん、大変やで、うん、で国鉄職員らはストを続ける構えということで、はい、まあ、もう仕事休んじゃおうみたいな感じですよね、うんうん、ストライキを起こすからって別に何をするわけでもないみたいなんですけれども、うん、基本的には家でゴロンとしてると。分からんけどね、人によってはね、そういう感じですね。はい、で、まあ、うん、フランスはデモするのが市民の権、国民の権利としてあるという考え方なので、うんうん、まあそのデモやストライキして別に何かするわけでもない人も多いということですね。そうですね、意思表示っていうことですね。そう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 、はい、僕は休みます、うん、そんなことするなら休みます、政府が、うん、っていうことですね、うん、でこれがですね、1995年に大規模ストがあったんですけれども、はい、その時にやっぱり経済的に悪影響があったんですけれども、うん、それに匹敵するようなことになるんじゃないかと、経済的に悪影響が出るんじゃないかっていうことが今心配されてますっていうことですよね、はい。まあ、日本もね、年金改革はされてますよね。はいはいはい、うんうん、今なんかは今60歳か70歳で選択できるんですよね、いつ支給されるか。あ、なるほど、はいはい、そのうち75歳も選択できるようになるっていうようなことがこの間年金改革でやられたんですけれども、うんうん、そのうちね、75歳から支給とかになったりするんじゃないかなとかね。まあなるでしょうね、そら、うん、その時ね、うん、みんなデモする元気とかあるんかなって思っちゃいますね。そういうこと、高齢者。ああ、なるほど、うん、デモするのってそれは若い人はしないと思うからね、わかんないけど。デモするのがいいとは限らへんけどな。限らへんけど。でも日本人はやっぱ年金とかにいじられても何も言わへんっていうようなことがありますよね。ちょっとだけ最新情報としてお届けしておきますとですね、うん、このニュースチューブでも年金の国際的な調査機関のマーサー社が出した話で、うん、日本の年金の持続可能性 E 判定とかお話ししましたけど、うん、その中の衝撃のニュースが飛び込んできたんですけど、うん、その中で A 判、唯一世界の中2国だけあった A 判定の一つのオランダが年金やばいって話が出てきた、うん、A 判定でもやばいってことなんで。 A 判定でやばいの、うん、D 判定の日本はもうやばい、終わってる。まだちょっと詳しいかまたやります。はい、あ、そうですか、はい、じゃあ僕らも75歳ぐらいだデモをね、するための体力をつけとかね。そうか、まあ年金に頼らなくていいぐらいの財力ですね。はいはいはい、そっちの方がいいんじゃないかな。まあもうますます自分のね、老後を考えて、自分で考えていかなあかんっていうことかもしれないですね。うん、ブレグジットは関係ないんだけれども、イギリスについてです。関係ないんかい、関係ないんかいっていうね。あの3日ですね、トランプ大統領がですね、うん、はい、イギリスの EU 離脱のファンだっていうふうに言ってはります。イギリスの選挙には介入しないけども、はい、うん、そのこれによってイギリスの選挙はちょっと投票結果変わってほしくないけども、ボリスは非常に有能な人物だと、ファーストネームで呼んでるんですね。そうそうそう、ね、いい仕事すると思うというふうな発言をされました。はい、ですね、うん、ジョンソン首相のことですね、うん、で、まあ、これがですね、その EU 離脱ってなってたらですね、はい、これが示す通りにアメリカはイギリスとの関係を強固に、より強固にしていくっていう風な
狙いがあるんじゃないかなっていうふうなことが伺い取れるような発言でしたね。なるほどなるほど、うん、でこれもこれこそブレグジット全然関係ないんですけれども、うん、ブレグジットと関係なくてもイギリスの話していいねん最近なんかちょっとあかんような風潮がありまして関連付けなあかんようなジョンソン氏、はい、国内のイギリス国内ですね、うん、の 5G の通信も構築に、うん、ファーウェイを参加させるかどうかっていう話についてですね、はい、あ、はいはいはい、ファイブアイズとの協力という基準で判断するっていうふうに言い張りました。あ、もう首相がファイブアイズとか言ってんねや。言ってるんです何も秘密じゃない、何も秘密じゃない秘密組織ではなくなりましただってホームページあるんだもん一応ね、うん、そのアメリカ主導の機密を共有する組織なんですよ、まあ、皆さん初めてじゃない、ないと思いますけれども、そういう機密情報を秘密組織でやってたんですよね今までは。イギリス、アメリカ、イギリス秘密、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのアングロサクソン国家が秘密で、本来本当に秘密で作られた組織で、その各国のスパイ組織が情報共有するために作られた組織、うん、例えばオーストラリアで言ったら首相はもう20年間ぐらい存在、国内に存在することが知らなかったぐらい秘密になったんですけど、今はもう首相が自ら言っちゃうぐらいオープン、ファイブ、ファイブアイズに沿って考えていました、はいはいはい、ということですね。重要な国の安全保障やファイブアイズ参加国との協力関係を害することもできないと、うんうん、これがファーウェイに関する我々の重要な基準になるというふうに説明しましたということですね、はい、うんうん、ファーウェイ側はですね、うん、イギリス政府が客観的な姿勢を取ることを望んでいるというふうなことを要請しました、はい、言いましたということですね、まあ、ファーウェイがイギリスに参入するというのはちょっと厳しくなったのかなと。なるほど。いうことですね。ちなみにドイツ政府はですね、うん、ファーウェイ製品排除しませんっていうふうなことは明言してますということですね、10月時点ですけれども、うんうんうん、ので、まあ、ちょっと分かれそうですね。中国の支配というか、うん、中国の力がより及んでいるかどうかっていうちょっとことも見れるかなって思うんですけれども、うん、ドイツも多分排除するんじゃないですかね。まあマジでで、うん、まあマジでそうですか、うん、でもドイツってでもイギリスも相当やもんね、中国の影響っていうのは。ドイツはドイツは中国で大儲けしてる国、イギリスは中国が入り込んでる国だから、うんうんうん、入り込んでる国の方が排除したってことは、儲けてる国も排除する可能性が高いですよね、うん、でも名前を変えてなんか違う名前で結局ファーウェイやったりするっていう話もあるかもしれないね。何言ってるんですか、分からない、また怒られないのでこれはもう完全に憶測というか何、うん、想像の話なんで、ね、ユニコーンとかなんかこうそういう幻獣系の話と一緒見てる人が見る価値なくなる、まあ、ちなみにジョンソン首相はこれはもうジョンソン首相がインタビューで言ってるか言ってもいいって言うんですけど、中国政権ですからね、親中政権ですから、親中政権です、はい、また第一次世界大戦の時じゃないですけど、二枚舌外交というか、アメリカとはトランプさんとはボリス、ボリスいう中でジョンソン、いやじゃあトランプドナルドこっちだけ見ようじゃん片や中国ともがっつり結びついて、なるほど、のでちょっと中やろそっちでなってね、ちょっとまたあれですけどね。あ、なるほどね、うん、まあちょっとどうなるか、 5G 合戦はね、うんうん、どっちが取るかっていうところ、ね、そうですね、これはもうまたね YouTube コーナーの時にちょっと 5G のことやったんですけど、またちょっと特集組みたいと思います、うん、はい、はい、あちなみにファーウェイはもう通信会社ですけど、バリバリのバックに中国人民解放軍がいるということで、そうですね、みんなを恐れ、みんな警戒するってことですね、うんうん、はい、次です、はい、イランガソリンの値上げによる収益を低所得層に分配、ほう、はい、4日ですね、うん、一応ガソリン値上げのために、うん、そのデモがイランでは起きてたんですけれども、はい、うん、ロハニ大統領、うん、値上げは政府のために行われたのではないと言い張りました、うんうん、でガソリンの値上げから得られる約ですね3億ドル、うん、325億円、はい、その収益の全てを低所得者層に分配するというふうに言いました、はいはいはい、ですね、一応このガソリン価格の値上げへの批判を和らげると、うんうん、で抗議デモをなくすというふうな狙いなんですけれども、うん、まあまあ分かりやすすぎる対策を取ったということですね、はあ、はい、うんうん、
政府のためではなかったんです。みんなのためやったんです。そうだ、信じてた、うん、まだね、またなんか産油国やのに石油買うはめになるぞというようなことを言ってはります、ローハニ大統領は。どういうことですか。前あったらしいんですよ、そういうことが、うん、そのなんか国内のコストが上がりすぎて、うんうん、産油国やのに他から買った方が安なっちゃったみたいなことがあったらしくて、はい、もうちょっとどの時代か僕分かってないんですけれども、うん、でそんなことになるからだから値段上げたんやみたいなことを言ってはるんですよ、うんうん、よく分からんけど、うんうん、そういうことでデモは一応落ち着いていくんじゃないかなと思われますね、イランに関してはね、はい、うん、でも前回カットされた動画出てきましたけど、イランのデモはうん、サウジアラビアとか手を引いてたんでしょ。そうですね、うんうん、いい話やったね、カットされたけど。カットせんといてくださいめっちゃいい話してたじゃないですか。サウジアラビアが後ろにバックにいたんですね、このデモ。いたらしいね。いたらしいでも、うん、なんか言ってたよ、そういう風にイランの偉い人カットされたから、あまり詳しくは言いませんけれども、はい、ね、うん、明らかにこう、うん、軍事的に訓練されたような人たちがデモ隊に紛れ込んでたとかね、いう動きがもうプロやったと、プロやったと発言も相次いでますんで、はいはい、まあ、そういうことなんでしょうということです、うん、ですけれども多分ね、うん、アメリカとかもこのデモを支援してますけれども、うん、支援ってあの応援する方ね、うんうん、お金とかは支援する方じゃなくて、うん、とりあえず原因がなくしたらもうデモできなくなっていくんじゃないかなとは思いますね。なるほど、うん、でですね、まあ、最後にちょっと今週の気になったエピソード、うん、はい、トランプ大統領がですね、うん、ワシントンでロシアのラブロフ外相と会談しました、はい、でアメリカとロシアがあまあ深く関与しているですね、シリアとかイランとか北朝鮮問題などなどなど、うん、政治レベルの関係改善を通してアメリカロシア経済協力を拡大する意向を示しました。お、はい、ということでアメリカとロシア、うん、超大国同士がですね直接経済的に接近するというような事態になりましなっていくのかなと。うーん、今ねやっぱり超大国同士で言うとやっぱりアメリカと中国ですけれども、うん、まあ、それが今までズブズブにやってたわけですけれども、うん、まあ、トランプ政権になってからそれが完全や言うて、はいはい、ちょっと離れてるわけじゃないですか、うん、アメリカもちょっと寂しになったんですかね人肌恋しなったんですか、ね、プーチンさん言うて言うてるんかもしれない。あ、ちょっとこれなんか怒られそうやな。すいません、まあ、ちょっと分かりやすくしただけです。例えね、例えね、例え、うん、そうそうそう、うん、まあでもこうやってね、うん、もうなんか表立ってアメリカとロシアがこうね、なんかするってあまりないじゃないですか、はいはいはい、まあ、ちょっと気になる動きかなと。まあ十分にあり得ることなのかなっていうふうには感じましたね。経済的に協力しちゃう、あ、そうなっちゃうのみたいな。あんなに戦ってた、その時が一番怖いんですよ。そうやねあのワンピースの例えで僕出しましたけど、超大国同士が手を結んでる時足元で子分たちが喧嘩されてますから。あ、そっかそっか。逆にこれは世界が荒れる兆候だ、うん、うーん、じゃあちょっと怖い話になってきたんですか。わかんないですよ、もちろん。うんうんうん、これを機に世界が平和に向かっていくかもしれない。そうだよ。そう、心配しすぎだよ。僕は歴史の話をしてるわけだ。2020年代はすごく平和かもしれない、これで。東京オリンピックもあるし。そう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 。もうみんなが東京オリンピックも。まあロシアは来へんけどね。というわけでね、はい、今回はこういうね、ちょっと気になったお話。はい。で締めさせていただきます。はい、はい、だけどね、また今後もこの神尾 TV ではですね、あまり日本のマスコミで報道されないニュース、そして報道されたとしてもまた違った角度からですね、いろんなニュースを解説していこうと思いますので、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録の方お願いいたします。テレマガとラインやっとも登録お願いします。あぜひ色んな声かぶたもよろしくお願いします。お願いします。皆さんの応援よろしくお願いいたします。あと動画説明欄の方にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、文章の方でも一度復習してみてください。お願いします。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。そっか、超大国同士が結びつくと危ない。おお、危ない危ない。喧嘩してるときは絶対戦争起こんないですよ。だって戦えないもん。そうね、うん。喧嘩してるときは戦争が行えない。冷戦が例ですけど、アメリカとロシアは直接戦うわけにはいかないでしょ。うん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 、だから喧嘩してるぜっていうときは何も起こらないですよ。うんうん、逆に仲良くなったときは部下たちが喧嘩するから。なるほどね。うん。
っていう。部下って誰ですか？シリア、イラン北朝鮮などなどって言ったよね。まあ、そういうことですね。まあ、ロシアだったら中東で最近ねずっと言ってたけどシリアだしっていうのはちょっと長くなるかもやめようか。最近神尾 TV はこのようにおまけというかね、ちょっと本編終わってからもちょっとお話ししてるんで、打ち上げではこういう話ばっかりするこんなテンションでもっともっと違う話、もっとやばい話してるんで。ぜひ皆さんも打ち上げてください。打ち上げ参加券販売します。抽選抽選。 Thank you.